海中からこんにちは。どうも、ミゾチルです。今回作っていくものは、魚雷です。まあ簡単に言うと水中を進むミサイルみたいなものです。それでは行ってみよう。まずオブザーバーを設置。十字に設置してください。スライムブロックを2ブロック設置。ストも十字に設置。このようにしてください。スライムブロックを離して設置。オブザーバーを自分向きに設置。粘着キストンを設置します。あとは TNT を巻きつけるように設置。2ブロック伸ばします。ここに板材を設置。レッドストーンブロックを設置します。あとはここに TNT ブロックを設置します。やるときは必ず2ブロック置いてね。それでは発射します。いいぞこれ。大爆発、潜水艦の環境部分をぶっ壊しましたね。このように貫通もするのでぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃまたのー。